皆さんこんにちは、ヨークです。現在茨城県水戸駅に来てます。本日は水戸駅周辺を散策して水戸市の概要を伝えるという動画でお送りします。よろしくお願いします。こちら水戸駅改札口、なんか看板がすごい華やかですね。で、改札口はこちら一つのみです。現在夕方あたりで学生やサラリーマンの帰宅ラッシュで混雑してます。ここで水戸駅の乗り入れ路線についてなんですけども、常磐線、上野東京ライン、E531系が主流となってます。水戸以北には E501系も交えて走行してます。E501系はもともと上野まで走ってたんですけども、 E531系の置き換えにより、水戸以北を基本として、走る車両となりました。今映像で奥に映って発車している特急が常磐線特急です。こちらは日立号、時和号という区分で分けられています。日立号は水戸から、上野までノンストップで約1時間で到着する超便利な特急です。僕の動画に日立号の動画もあるんで、よかったら見てください。常磐線の他には水郡線、水戸から日立大号を経て福島の郡山までを結ぶ路線です。そして大洗鹿島線、千葉県に近い鹿島神宮を結ぶ私鉄路線です。7、8番線は大洗鹿島線と、あとは JR の東京方面の特急専用ホームとなってます。駅構内には小さい茨城のお土産ショップがあります。水戸と言ったらわら納豆ですね。あとは水戸の隣にひたちなかという町があり、干し芋が名産とのことで、それで干し芋を使ったお菓子が売られてます。おそらくもっと大きなお土産ショップがあると思いますので、そちらは後で回ろうかと思います。で、今水戸駅の改札口を出ました。駅構内はこんな感じで、屋根が高く広々とした空間となってます。人の行き来も多く、結構栄えてる雰囲気ですね。いろいろと宣伝看板があります。カメラを回すとエクセルと書かれたビルがあります。水戸駅に直結してる駅ビルのことですね。左側のこちらがエクセルの入り口です。ちょっとどんな感じかテナントを覗いてみましょう。基本ファッションビルだと思うんですけど、その他にこう2階にスタバがあって、5階にも川俣書店、スターバックスとね、スタバが2つ入ってるのは地味にすごいですね。あとはこうレストラン街とか、そんな感じの構成となってます。こちらが水戸駅北口、南口をつなぐコンコースとなってます。結構人の往来が激しいですね。水戸駅は北口が繁華街とのことより、それは後にして、まずは南口の様子を見ていきます。コンコース内もいろいろお店があります。右側がエクセルシオールカフェ、左側には吉牛や、あと国民ドラッグストアが並んでます。水戸駅南口出口につきまして、南口も駅ビルが直結している構成みたいです。エクセル南と書かれてます。ビッグカメラ、あとラーメン街道とかね、書かれてますね。ラーメン街道とはね、ちょっと気になるので、このビルの中の様子を見たいと思います。ビッグカメラがあるまずフロアなんですけども、ここからカメラをぐるーっと回すとこんな感じで 4,5 軒くらいラーメン屋さんが並んでます。そこまで規模は大きくないですが、流行りの二郎系や横浜家系ラーメンなどがあり、とても美味しそうです。他にもこのフロアには茨城の地ビールを扱ったお店もありました。日立のネストビールと書かれてます。まだ夜じゃないから、おそらく開店してないのかと思われます。結構ね、食がいろいろ楽しめるビルだなと思いました。それでは南口からまず見ていきます。こちらは繁華街ではない方の出口です。ですが結構高い建物が並んでます。高い高層マンションがあって、カメラを回すと駅に直結しているホテルがあります。南口と先ほどのビッグカメラ、ラーメン街道のあるビルが見えてきます。すごい独特のデザインのビルですね。水戸駅南口の入り口からカメラを左に回していきます。そしたらすぐ左側に高い商業施設オーパが見えてきます。いや、めちゃくちゃでかいですね、これは。さらにカメラを左に回していきます。そうするとこちらまた別の建物があるんですけど、コムボックス310と書かれてて、映画館とかホテルが直結したビルになってるみたいです。他にはゲームセンターとか飲食店も入ってる、こう複合ビルみたいな感じですね。白い建物の高いビル、オーパっていうところにはファッションビルの他にもタワーレコード、東急ハンズのトラックマーケット、あとはカラオケとか飲食店とかね、他にも様々なテナントが入っている、そんな感じの複合ビルになってます。はい、それでは水戸駅南口のちょっと全体像を映しましたので、そちらをちょっと見てください。
まずオーパというビルと、あとはビッグカメラがある水戸駅南口のビル、あとホテルがありまして、先ほど写した高層マンションがありますね。でカメラをどんどん右に回していきますと、ちょうど水戸駅が背中になる感じで、こちらメイン通りみたいなのがあります。こちらから先はですね、高校とかあと住宅街が多いみたいで、そこまで商業施設がないという情報だったので、こちらの方はちょっと街ブラは控えさせてもらいました。水戸駅のビッグカメラのあるビルに戻りまして、お土産屋さんを見ていこうと思います。はい、水戸の名産納豆なんですけども、スーパーで売ってるのとはもう全然違う、こう高級感が漂ってる感じで陳列されてます。あと知らなかったんですけども、茨城県はメロンの生産量が日本一みたいです。ずっと北海道だと思ってたんですけどね。ということで、こうメロンを使ったお菓子とかが売られていました。他にも地元の美味しそうなお菓子、地酒とかもあったんで、水戸に来た時はぜひ寄ってみると良いかもしれません。はい、それではコンコースを渡り、いよいよ繁華街のある北口の方を見ていこうと思います。こんな感じでペデストリアンデッキがしっかり整備されている感じがします。はい、まずカメラを左に回すと、こちらはなんかオフィスとかね、居酒屋が入ったそんなビルがあります。で正面をもう少し歩いていこうと思います。デッキの上に登りまして、こちら水戸黄門の像がありますね。水戸黄門助さん、格さんの像で、水戸黄門いかにも水戸って感じですね。はい、水戸駅北口の右側にこちらビル、マイムビルと言いまして、昔丸井が入ってたみたいなんですけど、今は撤退してオフィスビルとか他にちょっとテナントが入ってるみたいです。で、ですね、カメラを回していくと、こちら、正面にメインストリートがあります。今日はこちらを歩いていこうと思います。デッキを降りまして、最初の交差点、居酒屋天正という看板があります。ここは東海オンエアさんが茨城に来た時に立ち寄ったお店みたいで、なんか地元の名産を味わえる居酒屋さんみたいですね。カメラを回していくと、路地裏にはこういう風にまた居酒屋街が広がってます。肉寿司と書かれたなんか居酒屋さんもありますね。なんか立ち寄ってみたいもんですね。でここをまた回していくと、メイン通りのまっすぐ歩く感じになりまして、ローソンと JTB のビルが見えます。いろいろなオフィスビル、居酒屋が立ち並んでます。調べたらこの先泉町というところにまた市街地があるみたいなので、そこまで頑張って向かおうと思います。通りの反対側にはタワーマンションと個人でやってるお店が目立ちます。ところどころシャッターが閉まってるお店もありました。ほとんどの地方都市は、郊外のロードサイドのお店がメインになっているので、厳しいと思いますが、ぜひ頑張ってもらいたいものです。なんかおしゃれなお店がちょっとありましたんで、近寄ってみようと思います。おそらくカフェかバーかとは思います。こういうふうに新しいお店を出してね、こう街にオープンするってことは、非常に街も活気づいてすごいいいことだと思います。しばらく歩くと交差点があり、郵便局、銀行と大きなビルが見えてきます。また歩いていくと左側に路地があり、ちょっとこじゃれた通りがあります。居酒屋、カフェ、個人のアパレルショップがあるみたいです。先ほどのメイン通りに戻りまして、こちら霞という看板のスーパーがあります。この上が実はマンションになってます。こんな感じです。すごい高層階のマンションですね。ここに住むと下にスーパーがあって、水戸駅も近いことから立地的にはすごいいいけど、めちゃくちゃ値段が高そうですよね。ここで歩きながら水戸市の概要をお伝えします。茨城県水戸市は県の中央部に位置します。人口約27万人、中核市に指定されています。県庁の市にしては比較的人口が少ないと思いますが、水戸市はお隣のひたちなか市が約人口15万人、他近隣の市を含めると水戸都市圏で66万人いるみたいです。だから水戸駅は人口に比べると駅の出入りの数は多いなという印象を受けました。あと知らなかったんですけど、ゲームのオセロ、ルーズソックスなど発祥地が水戸って書かれてました。これはちょっと勉強になります。交通の面ですが、東京仙台に行く際には常磐線、高速道路だと常磐道を使います。また北関東自動車道という高速道路も走っており、お隣栃木県の宇都宮も約1時間かかるかかからないかぐらいでアクセスできるみたいです。他には水戸市から車で約35分先に茨城空港という地方空港があります。札幌、神戸、福岡、他には国際便もあるみたいです。ただ水戸は比較的東京や千葉にも近いエリアなので、羽田成田を利用する方も多いとのことです。
はい、左側の路地には水戸黄門の印籠が見えます。さらに左側にはライトハウスと書かれた建物、おそらくライブハウスかと思われます。反対側にはこちら、なんかタワーが見えますね。こちらも後で紹介したいと思います。はい、泉町まで歩く途中にこちらライザップの入ってるビルとかもあります。ライザップがあるって結構都会ってことですよね。でなんかね、この辺になったらちょっとまた高い建物のビルとかが集まってきてます。そんな印象を受けました。こちらが泉町あたりだと思うんですけど、左側にルイ・ヴィトンと書かれた建物があります。こちらが水戸市の百貨店、京成百貨店になります。なんで茨城県は京成の鉄道が通ってないのに京成百貨店があるのかなっていうちょっと謎があるんですけど、まあそういう細かい話は置いときます。テナントはロフト、マルゼン、あとはレストラン街、他にもね、いろんな洋服とかあと食料品が売ってるとの情報です。でこんな感じでガラス張りのね、地下にもこうテナントがあって、めちゃくちゃおしゃれでこう近代的な建物ですね。この先は飲み屋さんなど大工町という歓楽街があるみたいですが、今回は他にも水戸の紹介したいところがありますので割愛させてください。で京成百貨店の道路を挟んで向かい側には工事中の今建物と先ほどの独特の形のタワーがあります。で路地裏を入りまして、タワーの近くまでちょっと行ってみようと思います。はい、着きました。ご覧ください。こちらなんとも、素晴らしい芸術的なタワー。こちらは水戸芸術館の敷地内にありまして、左側に建物があるんですけども、そちら水戸芸術館には美術館とかコンサートホール、劇場とかね、いろんなこう複合文化施設があるみたいです。芸術館タワーを後にしてライブハウスの前からまっすぐ歩いたところにいます。こちらの通り、ここをまっすぐ歩くと千波湖という湖があるので、そちらまで向かってみようと思います。橋の上から夕暮れの水戸駅南口の夜景です。とても美しいです。橋の右側なんですけど、こちらが千波湖という大きい湖です。一周が約 3km でジョギングする方も多く見受けられます。千波湖に来まして、湖に反射する水戸市街地がとても美しいです。水の都水戸と言われるだけあります。で実は水戸に他の用事もありまして一泊したので、昼間の千波湖の様子も映します。はい、こんな感じで、広い湖がありまして、市街地に近いのになんかね、のどかな感じでとても癒されます。地図を見てるんですけども、千波湖周囲は公園として整備されてまして、その公園名は千波公園であります。で、偕楽園とかこう近くにありまして、他にも公園があるんですけども、こういった複数の公園が放射状に展開して大規模な公園群を形成してるみたいです。これら千波湖周囲地域の公園群を合わせた面積は約300ヘクタールとなってまして、茨城県と水戸市はこの公園群を総称偕楽園公園と名付けているみたいです。市街地に近い都市公園ではアメリカのセントラルパークに次ぐ世界第2位の広さとなっているみたいです。公園内には水戸黄門の像がありました。徳川光圀ですよね。公園内にはこのように観光地的なお茶屋さんもあります。あとは公文と書かれてまして、ガラス張りのカフェがあります。メニューは軽食やカフェメニューといったそんな感じの印象です。あとビールも飲めるみたいです。いや、このカフェでビールを飲んで湖を見る、いやもう最高ですね。それでは最後に茨城県庁の展望台から水戸市の様子を見て動画を終わろうと思います。まだ閉じないでください。バスに乗り水戸駅から約20分くらいかなかけて茨城県庁に着きました。市街地よりはね、どっちかったら郊外にある、そんな印象です。地上25階、地下2階です。最上階25階には展望ロビーがあるみたいです。ここはですね、映画とかドラマのロケ地としても結構使われるなんか有名な場所みたいです。ではエレベーターに乗って展望台を目指していきます。エレベーターが速度が速くてあっという間に25階に着きました。で展望台のフロアに着いたんですけど、ガラス張りでこう吹き抜けになっているところがありまして、ここからですね、ちょっと下の様子を見ようと思います。カメラをこう下に向けると、各フロアがこんな感じで綺麗に並んでまして、いやー、見るともうなんか足がすくみそうなぐらいですね、いかに建物が高いかがよくわかります。
はい、それでは展望台の風景を映していきます。声はちょっとミュートさせてもらいますんで、景色を楽しんでください。これで本日の動画は終わりになります。週 2,3 本ペースで鉄道とか街ブラ、道路交通についての動画も今後どんどん出していきますので、もしこの動画が気に入ったらチャンネル登録と高評価の方よろしくお願いします。ご視聴お疲れ様でした。